絶対になまってしまうお天気お姉さん。朝食ができました。夜中に作った梅ジャムも出来上がり、コーヒーとともに美味しくいただきました。ごちそうさまでした、といただいております。あー、おしゃれ。コーヒーと一緒ということで、コーヒー、え、もう一回お願いしますコーヒー、コーヒー、失礼いたしました。ちょっとね、特訓中なんですよ小牧さんと同じですか続いて見ていきましょう。朝のコーヒーに映した空と電線。あ、コーヒー、あーちょっと待って、テイク2でお願いします。朝のコーヒー、わかんない朝のコーヒーに映した空と電線カフェコーヒーが言えないですね。こちらはコーヒー、千葉県の方からコーヒーを。戻っちゃいましたか。コーヒーに移しちょっと諦めますポポ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 ポ、またね。